今日の Google 面白いですね。このようにキーボード、鍵盤が出てます。それここにテープレコーダー、あと鍵盤の上に何か操作するようなパネルが出てますね。これ、モーグですね。モーグという、アナログシンセサイザーです。こういう形になってるだけだと思ってましたら、演奏できてしまうみたいですね。キーボードをタッチするとこのような音が鳴ります。パソコンのキーボード上からも入力できますね。数字のキーが、そのキーボードに対応してます。それ目玉はこの上ですね。このパネルで操作できます。それぞれのこのノブ、操作できてしまいますね。具体的に何を書いてるかわからないですけど、確実に音が変わってますね。エンベローブっていうのがこれ音の全体の設定ですね。立ち上がりとか立ち下がり、それの調整ができます。このつまみが立ち上がりを立ち上がりを遅くしたり急激にしたりを設定できるみたいですね。これ不思議ですね。普通鍵盤で押した時が一番強い音なんですけど、このエンベローブのノブを大きくすると、最初音がちっちゃくてどんどん大きくなる。そんな不思議な設定にできますね。これが普通な感じですね。あとこのフィルターで音の感じを変えれますね。フィルターってのは周波数、音の周波数を変えてますね。それこのオシレーターってものが、この発信の差し方、それを調整しますね。それいい音ができたなと思ったら、これで演奏します。次にこの録音ボタンですね。これを押すと録音が開始されます。停止させて、このリンクのボタン、こうクリックすると URL が出ます。これ何かと言いますと、ここにアクセスすると今演奏した内容が再生できます。これがいつまで残り続けるか、それは謎ですけど、まあ今だったらこの URL を Twitter とかに貼り付けることができます。まあ面白いです。ぜひ遊んでみてください。